この路地裏気になったんだよね。すごいな、これあの上の方まで入って、その分け富士っていう、まあ、富士山になんか似てるらしいんで、まあ、そういう名前がねあったり、観光協会にも聞いたんですけど、情報がね全くないということで残ってんですね、こうやって郵便局です。今日来てるところはね和気町の方に来てるんですけど、まあ、この前の山がその和気富士っていう、まあ、富士山になんか似てるらしいんで、まあ、そういう名前がねあったり、ここはね、もともと和気町曽根っていうエリアなんですけど、まあ住所的には変わって和気町和気っていう名前に変わったんですよね。で、ここも結構ね、昔の街並みというか、なんかあるみたいなんで、今日はちょっとね、歩こうかなと思うんですけど、まあなんか過去には映画館があったりとか、栄えていたと、いうことで、映画館あるのかな？でもなんかブログで見たらね、映画館の跡地みたいなのがあったんですよね。跡地というか跡か。2009年のブログですけどね。ちょっとその辺とかもね、ちょっと見ていこうかなと思います。これも昔の建物ですね。多分人は住んでないような感じですけど、これが和気商店街に入る入り口ということで、ちょっとこれに、ね、入っていこうかな。噂によればここに、映画館があったということです。本当にあったのかな、住所的にはここに、映画館が。映画年鑑1960年版の別冊にて、1969年当時和気富士映画劇場というのが存在しました。この住所なんですが、和気町曽根465となっております。で、市役所にね、問い合わせた結果、曽根という、地名は今は和気という名前になっているようで、和気町和気、465となっていましたが、実際ね、他の建物がなっていました。これもね、古さを感じますね。好み焼き屋さん、ここが長井家住宅有形文化財。結構この辺りが、なんだろうな、郵便局みたいな。これがね、和気郵便局ということで、まだ残ってんですね、こうやって。和気郵便局です。
カラーンとしてますね。ちょっとこの路地裏気になったんで入っていきます。すごいな、これあの上の方まで穴開いて、昔ながらのポンプがありますけど、結構ね農機具が、多いかなと。でこれまっすぐ行けば、土手に入ります。はい、これが和気商店街と、いうことなんですけど、まあ、昔はね栄えたのかなという雰囲気はあります。今はおそらくもうこの和気駅周辺が、栄えてるのかなと思うんですけど、今はそうですね、まあ、昔は吉井川が、ね、すぐそこ近くあったんで船とか、そういうので、流通があったんだと思いますけど、まあ、だいたいこんな感じかな。この、道もね、遊歩道も、まあ、昔ね、通ってた片上鉄道の、線路が、電車が通ってた、場所ということで、綺麗にね、一直線というか、障害物もなく、行けるような感じに今はなってます。ありますね、この名残が。半つのやつだろこれ。昔電車が通ってたということで、真ん中にそのプラットフォームがあって、電車が交互に両サイド止まっていたのかなというような雰囲気はありますね。というわけで今、ね、電車の線路があった場所を歩いてるんですけど、このまま川を越えることができると、その当時の鉄橋をね渡って、行くような感じになるんですけど、最後に、和気のね駅前の街並みを、撮影して今日はね終わろうかなと思います。観光協会にもちょっと聞いたんですけど、その映画館っていうのが、情報がね全くないということでですね、あんまり詳しくない感じだったんで、まあただその昔のね街並みはまだ全然残っているということで、今日歩いてきたんですけど、今はもうどうなんだろうな、まあね和気の駅周辺に来てるんですけども、ほとんどその栄えてるのが駅の方になるのかな。今はこれがその和気の、駅周辺なんですけど、もうほとんど、重要な
場所はこの辺ですね。今日もお疲れ様です。やっぱないっすね。いろいろ調べたんですけどね、50年前にはあったんですけども、ほんま最近崩されたのかな。まあでも崩されたサラチも結構あったり、したんで、まあいろんなね歴史があったのかなと思いますね。この山の上にもお城があったとかいう話もね聞いたりしたんで、はい、ありがとうございました。また。ヤバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。